商品レビュー専門。皆さん、冬になると加湿器。それは乾燥するから加湿器必要だろう。でも、闇もに使ってないですかねあ、なんか使ってれば、確かに、肌とか喉には安心。でも使いすぎると、部屋の湿度を上げすぎて、壁の汚れの原因とか、カビ、ウイルス。そういうものを部屋に蔓延させてしまうんですよね。窓も結露するからちょっと見た感じも悪い。その時に便利なものはこちらですね。温湿度計。これ、おっきいですよね。 ホームセンターとかで売ってますけど、なんかちっちゃいんですよね。でもこれは大きい。壁掛け時計ぐらいの大きさですね。それもちろんこれ電池いらないですね。一度取り付けたら、もうずっと動きます。まあ、なんかデザイン、まあシンプルなのか、なんか字がいっぱい書いてあって、まあど,どうだろう。でも、あの好きな人は好きじゃないですかね、こういうデザイン。これを見て、あ、なんか面白いな。そう思った人はいいんじゃないですかね。超実用的なものとして、このシンプルさ。 わかりやすいですよね。遠くからも温度とシストがわかる。今温度、だいたい20度。そしてシストがだいたい70度。そのぐらいわかればいいですよね。70度。このぐらいあれば加湿器いらないですね。これがなんか50とかに下がってれば、加湿器使ってみてください。まあ、なんかとにかく予防のために加湿器入れる。体のためにはいいですよ。別にシスト上がりすぎたって、体には問題ないですから。でも、部屋に置いてあるもの、部屋自体、それ自体には確実に悪影響を与えます。 あと、カビとかが生えて、それによる間接的な影響を受けますね。加湿器使って健康的になったはずなのに、まあ、なんか咳が多くなった。エアコンとかのカビが多くなった。それシストの上げすぎなんですよね。まあ、あと空調。まあ、なんか起きたらすぐにエアコンを入れる。まあ、それが生活の習慣、リズムになってるから、対して温度が上がってなくても下がってなくても、エアコンで温度を調整しようとしてしまう。でもこれ見れば、20度。20度だったら、まあ、エアコンつけなくていいな。 ちょっと服を厚着するか。そのぐらいでいいですからね。まあ今温度計デジタルとかもっと便利なものありますけど、電池交換意外にめんどくさいんですよね。だからこういうあの電池交換のいらない機械式のもの、いいじゃないですか。あと湿度計いろいろんなところに置かないといけない。仕事上置かないといけない人も、この目安としてはいいのかな。品質管理とかクオリティコントロールとか、そういう厳格な意味では、ちゃんと構成されたものしか使えないですけど、大体の温度が分かればいい。湿度が分かればいい。 そういう場合に、これいいですね。目安になりますからね。趣味で植物とか育てる人。シスト温度に敏感な環境のものを何か使ってる人。そういう人にもおすすめですね。すっごくシンプルすぎる。でも遠くから見えて機械式ですので、電池の交換不要。温湿度計持ってない人。ぜひ入れてみてください。あの、生活豊かになりますよ。あの、無駄なことなくなりますよ。そう思います。温度シストに限らず、ちゃんと数字で管理することって、いいことなんですよね。 まあもちろん人のこの感性とか感覚とかまあフィーリングと言われるものこのような計測器以上の効果ありますでも別の方面だと言い訳でもあるんですよね数値管理するのがめんどくさいからフィーリングとかって言ってるそれじゃいけないですよねだから数値管理まずうちでできること温度シストですこれで癖をつければ他のことどんどん数値管理できると思います生活が堅苦しくなりそうな感じがしますけど余計なこと考えなくてもいいそういう効果あります まずは音質時計、皆さんの家に入れてみてください。生活豊かになりますよ。商品レビュー専門でした。